Bonjour。 皆さんこんにちは。オンラインフランス語学校アンサンブランフランセ講師のやすこです。今日も皆さんにとても役に立つフランス語の表現をご紹介します。フランスでよく食べられる美味しい貝、ムール貝、私もよく食べていますよ。さて、実はこのムール、フランス語で女性名詞と男性名詞とでは意味が全然違うんです。さて、ムール貝は一体どちらでしょうか？une moule、 une moule、 une moule、 une moule。 そうです、女性名詞です。女性名詞で une moule というとムール貝のことを言います。そして un moule と男性名詞にするとケーキなどを作る型という意味になりますよ。面白いですよね。さて、もっとフランス語を勉強したいという方はアンサンブルのレッスンでお待ちしています。それでは、アビアトー。おいしいムールは女性系。